うだよーカメの餌なんですけど、買ってきました。カメブロスプロ、プレミア。プレミアムっていうのが、やっぱ特別がありますよね。ただのカメブロスじゃないんだぞという。まあ、こっちの、なんか醤油版みたいなのは毎回餌であげてるんですけど、これプレミアム買ってきましたね。えー、っと、えーひ、ひかりひかりさん。 カメプロ、カメブ、カメプロス、カメブロス、カメプロス、プレミアム。で、裏面がこんな感じですね。で、こちらがバーコードになってますね。えぇ、ー、飛性の追求。従来品の配合に置きミやシジみエキスなど、カメが含む原、んメが好む材料を好配合。 さらに、視力の優れた亀の興味を引きつかせる赤い粒に仕上げました。こんな感じですまあ赤くないですけどね。あんま赤くないけど。で、バーコードがこんな感じですね。えっ、ー、と、株式会社、京林フード工業株式会社から。で、バーコードがこんな感じですね。ま、あ結構高かったっすよ。亀の餌にしては。まあ、2000円ちょいしましたね。うーん。まあ、亀に、こんなええもん食わせてええんかと。 まあ僕ね、もう本当なんか、いろいろ気づきました。女にアクセサリー買うてあげたり、女と飯連れ、女飯連れてったりそういうのじゃなくて、ペット大事にしようと。いや、ペットちゃう。家族。まあ僕家族少ないんでね、うん。家族と呼べる存在が少ないんで、やっぱり、身の回りの、ペット、猫、亀、を大事にしていこうかなと。 思いましたね。まあ、思、思いましたというか、思ってたんですけど、あのー、やっぱり、動物って、やっぱ人間、やっぱ動物しかね、あの、やっぱ俺の気持ちを分かってくれない。なんて言ったらいいんですかね。やっぱり、<coughs> まあ、人間って口答えとかしてくれるじゃないですか。猫とか、壁とかは、特にカメなんかは、わがまま言わないですし、俺がね、寄っていくたんびに、餌くれ餌くれって。バタバタバタって。寄ってくるんですよね。 アホなんですよ、もう。そこが可愛い。まあ、猫とかはね、まあ、ああの、わがままで言うたりしますけど、わがまま言うっていうか、あの、暴れたりしますけど、それも可愛い、もう。ええー、ねん。っていうことで、やっぱお金使いましょうかねっていう。もうその、まあ、2000円しましたけど、これ何日分かわかんないですけどね、うん。まあね、最近のペット YouTuber、なんかあの、爬虫類系 YouTuber とかはね、 あ、生き家ばっかね、なんかその近所の川とか行ってなんかあのザリガニとか捕まえてね、生き家ばっか与えて、ただで、ただでね、飯食わせてますけど。やっぱこのプロテインですよ、やっぱ男は。このプロテイン、亀プロテイン、プレミアム。これ食わせなあかんやろな。な、男。男だって飲むでしょザバスとかね。あの、マイプロテインとかね、飲むでしょ。まあ、俺飲んでないんですけどね。うん。<laughs> 俺、俺あの食事から摂取するタイプの人間なんであんま飲まないんですけど。まあ、飲んだ方がいいっすよね。飲めるのであれば。 もうそういうことで、やっぱ動物は裏切らないです。人間はね、すぐ裏切るけど。やっぱ、信用できるのは、やっぱ自分の身の回りの、この動物ちゃんたちなんじゃないかなと。男も女も関係ない。やっぱ動物ちゃんたちが一番可愛いんですよ。まあ、一番ペット愛、犬愛、犬愛じゃない。もう、アニマルの愛が強いんで。まあ、お礼を見習ってください。